まあ、甲府からまたね直接の海外組が出ました。そう、あのハーフナーマイクがね、あのオランダリーグ移籍して以来の海外組、青山直明選手ね、タイかよ。もうあれだね、一番いい時期をタイで過ごすとかね、うん、まあスポーツ選手ね、やっぱりまあキャリアの中でなんぼ稼ぐかってことが大事なんでしょうと思いますけどね、それだけですね本当に。まあ例えば今年ね、あのタイから戻ってきた岡山の岩政とかね、その辺のね喋ってるの見ても、まあ、正直キャリアの一番いい時を過ごす環境なのかなと。まあ暑いの暑くないのはね、甲府のこの時期が寒いの寒くないのと一緒の話ですから、まあ別にいいとして、まあ練習環境もね、甲府にいるのとタイに行くのとそこまでどっちかっていうとまだ甲府の方がいいぐらい、対戦相手のレベルとかね、プロ意識なんて面で言えばもっと上を目指してほしかったなっていうことになってしまうと思います。まあでも青山の選択ですからね、まあせいぜい頑張ってもらえればいいなと。ほんとね、青山のゴールはいつも劇的だったし、あの、まあ、守備もねしっかり安定して守ってくれたっていう印象はあるんで、まあ、甲府に来てくれてありがとうと、まあ、それだけですね、とりあえず。タイに行っちゃったってことは、日本戻ってくるときも多分 J2 だと思うんで、また会える可能性ってあんまり僕は今のところ考えてないです。以上、ハッチでした。